たち、こんにちは。配信77日記念動画。7にちなんで、スマソロ筋肉マン、7人の悪魔超人編を実践してきたよ。まず軽くこれがリール配列。基本的には順押しでバー狙いをします。スイカの取りこぼしがない台なので、最初のバーだけ狙えれば無問題。そしてゲームフローなんですが、まず通常時が、4種類あるね。正義超人ステージ、スパーリングステージ、メッシアステージ、サタンステージとあります。サタンステージはリンは見たことがないです。正義の名のもとにとのバトル勝利で AT 突入というわけですけども、この前兆に行くために、規定超人パワーを貯めて前兆に行くっていう流れなんだけども、このレア役でですね、この通常の左上に書いてある正義超人チャレンジだとか、超人アタックで、規定ゲーム数まで上げていくと。で、天井はですね、一番多くて1000、その次が900。で、天国が300超人パワーということで、ゲーム数天井ではなくて、超人パワー天井しか用意されてないので、そこだけ注意です。では、どうぞ。まずは、1枚目。1回目のチャンスゾーン特に何もなくて、これは2回目のチャンスゾーンです。赤まで行け、赤まで行けって思いながら、丁寧に。一個一個本当にね、今丁寧に丁寧に打つんだけども、一個一個丁寧にやってるよ。で、最低が白からね、こう、白からスタートしていくんだけれども、まあ、次が青に。まあ、最低青までは上げたいから、まあ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 、上げていこうと。念を入れながら、打ってます。はいはい。青行けました。次が黄色かな？黄色を目指してやっていくわけだけども。さて、行くのか？行くのか？黄色まで行くのか？行かないのか？こいつがね、黄色の敵なんだけど、行かないね。なかなか渋そうだけど、どうなんだ？さあさあ。いや、丁寧に言ってるね。伝わるかな、この丁寧加減。もう一個一個、ほんとに。ですね、まあ、映像撮りながらだから、ブレないようにするってのもあるんだけど。あ、行きました。青のままですね。まあ、青のまま行ったから、この時ちょっと慣れちゃって、どうせ勝たないからって言って、もうめちゃ適当に打ってます。あー、はいはい、って言って。で、まあ、ストーリー飛ばしまして、はい、まあ、安定に負けて帰ってくると。この後、発展しまして、おかえりテリーマン。期待値2だね。発展して、テリーがここで出てくれば、いいんだけど、さあ、見間違い。はい。テリーは帰ってきませんでした。そして、次は、チャンスゾーン入ったんだけども、はい、もう白ですね。うん。負けると思ってたからね、もう適当にさっさっさと。はーい、と思って。あ、ですよねー。からの、アイキャッチシサー出ました。アイキャッチシサー出たので、まぁ、あ、ちょっと、SP が近いっていうことで、ここからやめられなくなり。まあ、発展またしたので、超人チャレンジいけるかなと。うんうんうん。発展をやった結果、どうかなと、大ダメ。そしてこちらも別の発展ですね。こちらも発展したら超人チャンスなんだけども、はい、ダメ。チャンスゾーンですね、こちらまた。はい、青で行って、まあ、勝てるわけもないですね。分かってたよ。分かってたよ、まあ、勝てるわけもなく。はい、負けまして。A2 枚目。そして2枚目、何事もなく3枚目。3枚目、投下しました。さ、素敵なおっぱいですよ。これでね、
どうなるかというと、発展ですよ。まあこのおっぱいで発展したんだからね、なんとか突破してくれなきゃ困るけども。はい、いいよ。右上見た、見た、右上赤になったから、これはね基本的には通るかなっていう感じだけども、まあ入りが良かったからね、通ってほしいんだけど。いけ、素晴らしい。まあまあまあ、行く挑戦だね。で、正義超人チャレンジということで、まあ、これでこうプラス10とかプラスしてって、超人パワーを貯めていくと。まあ、言うて今回は40しか貯まらなかったんだけども、792超人パワーですね。さよなら私の3万円。現在900万パワー、つまりあと100万パワー貯めなきゃいけない。っていうね。はい。天井ケーキで突入しました。ね、初めてエティ入ったので、ちょっと気合い込めすぎて、1レバーがね、すごい遅いんですけれども、まあ、最初なのでね、温かく見守ってくれればなと思います。で、エティ中はですね、この今、真ん中に映ってるんだけども、友情、努力、正義か。どれかが点灯して、その点灯に応じたものを出せれば、ストックもらえるよっていうものなんですけれども、まあ大体ここの一番最初、まあ筋肉マンが走ってる10ゲームは、まあ、ほぼ光らない。ほぼ光らないけど、出して悪いことはないので、まあレア役を狙ってやりたいなというところで一個一個ね、力込めて打っております。隣のね、バサラがね、ちょっとやれてて、若干こう、やっぱ苗を抱えながら、打ってるね、これね、苗てるね。苗てるケースでます、これは。さあさあ、あと、4ゲームかな、ね、ここでね、ここで引けても、確実にストックはもらえないっていう感じかな。まあ、もらえるかもしれない。ぐらいのレベルに落ちちゃうので、できれば点灯してるときに引ければいいよね。なんかの檻なのかと思ったけど、なんもない。ああ、折ってんのかなと思ったけど、なんもない。さあ、なんもないまま、次のゾーンに突入です。ネクストバトル。ネクストバトル何って思いながら今、打ってるから。さあ、ここのね、タイトルが赤とかだったら熱いんだけど、まあ、まあまあ通常ということで。で、これが後半戦に移ります。で、後半戦は必ずどれかが光るようになってるんで、今回は努力。つまり、チェリー系をね、引けば、ストックがもらえるよってことで気合をね入れておりますけども、さあそんな気合も虚しく、演出は通常ですね。はい。味方敵でラストクライマックスバトルっていう感じで進んでいくんだけど、これが敵からだったりとか、なんかちょっと演出が違ったりとかしたらチャンスアップになるんですが、なし、今回なしです。さあさあ、まあ普通に安定にここは敵から来るよね。何のチャンスアップもない。ない状態です。まあ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 、チャンスアップあってもなくても引ければ勝ちなのでね。こっからネクストがクライマックスです。いいよ、頑張れリーム。ここで弾けたら演者だぞ。ここで弾けたら演者。ちゃんと撮影してる時に弾けたら演者。自分にはいつもそう言って言い聞かせてね、打っております。ですが、現時点で演出は、チャンスアップ、全くありません。だいたい 50% とかで、50% 以上、
あるんだけども、まあリブ1撮れてるか撮れてないかっていうところですね。まあ撮れてないんだけど撮れてないんかい。ということで単発ですね。はい、なんだこれ、142枚。はい、4枚目ゆきち逆さにして今回入れてみてます。そして出てきてね、 AT やりましたがまた単発いやあるかそんなこと、マジかと思いつつ、今回はモンゴルマン示唆が出ております。まあまあまあ見るっしょと思って、メニュー画面もモンゴルマンでメシア子役 SP に期待ということで、でチャンスゾーン負けて一旦休憩挟みます。ここではい5枚目。そして3度目の天井ですね。こんにちは、こんにちは。929です。935万超人パワーですね。はい、素晴らしい。入りがめちゃくちゃ気持ちいい。これがね、一番スマートな入りというか、まあ本当に見本と言っても過言ではない入り方をしてるの。ゴージマン VS バファローマン、こちら激アツですね。まあ勝てるっしょみたいな。今まではね結構敵が最初に攻撃してきて、こっちが危ねえみたいな状態になってなんとか巻き返すみたいなシチュエーションが多いんだけど、今回はもう味方が行っちゃってるから敵に向かって、そりゃ勝ってもらわなきゃということで無事、はい、ナイスコンピューター、ナイスコンピューターですよ、無事勝てました。ありがとうございます。さあ見てください、こちら気持ちいいね、あの音が気持ちいいな。はい、で見本で入ったので勝ちたい勝ちたいけど、一戦目で負けた、つまり単発。でもバファローマン SP 近いし、こんな打つしかないじゃんねこんな打つしかないじゃんと言ってる間に、撮影してなかった時に実はですね、ストック抽選で、ストック抽選時7を揃えるまでずっと回せるんだけど、ここで30回スルーして V ストック1個獲得済みです。ここモンゴルマンが出てきたので、次が次回の8濃厚らしいので、モンゴルマン、これはね後からした情報なんだけどね、次回も濃厚っていうのは知らなくて、モンゴルマンって思ってました。次もハラハラドキドキしながら打ってるので、チンタラ打ってますが飛ばさせてもらいまして、いいよ入りは普通だね。さあ次は水中大決戦ということで、ここ赤文字だったら安心できたんだけどね、特に何もないので安心はしてないんだけど、なので今敵先行でこの入ってきたよね、敵先行だからチャンスアップです、チャンスアップ。まあこれ勝てるんで、今正義が光ってるのでスイカをストック、なのでスイカをゲットしていきたいんだけど、どうなんどうなんビリムやれんのかっつって、全然スイカ引けてないやっぱレア役引くのはね難しいですよ、20ゲームしかないですからね。いいよロビン戦法見せたって、タワーブリッジ、タワーブリッジだよ、こんなひとたまりもないですがいかがでしょうか。いいねいいね、自分が強気に出てるよ。最後の
お、ここでもモンゴルマン出てきました。ナイスモンゴルナイスモンゴルです。さあ無事勝ちました。でもう一回次の戦い勝ったけど、その後いやほんとこいつほんと山嫌いになりそう。登山一生できない。そしてこちらは何かしらの SP が近い示唆ということで、分かった分かった撃つよと、なんとかチャンスゾーン通して突入します。で勝ちましたが、この後ですね、まあ2連で終わりますさよなら。そしていつバッファロー SP が来るのかと思いつつ、リリンは惜しくもここで離脱しまして、これはお兄ちゃんの出番でお兄ちゃんの動画なんだけども、バッファローマン SP、 さっきの紫のものがバッファローマン SP になるんだけども、無事勝てたそうで、面倒だからって取らなかったらしいから、これ飛ばしてバッファローマンに勝って7005の動画になりますもうだからね、全部戦いはねちょっと動画に残されてないので、ここからですよ勝負は。兄ちゃんもね初めてここに行くから、あだいぶ脳汁出てたらしいです。はい、でミートくんがね手足頭パンツ服とかをもがれて、でそれを回収してもう一回くっつけて死者蘇生するんだけど、それで蘇生するミートって強いよね普通に。何者だよ、復活してありがたいけどね、みんなハッピーな気持ちだけど、一番すごいからね、分裂して生きてるっていうのが。はい、バッファローマンがねこちら側に手を貸してしまったので、悪魔大将軍からちょっと裁きを受けたで、今さっきの画像になるわけだけど、でですね無事ここで悪魔将軍と戦う場面だね。で無事勝ってでこの後は悪魔大行進というものに入ります。めっちゃかっこいいよね、めちゃくちゃかっこよくない？スタートで7を狙うと、さあ、いや気持ちいい、気持ちいいいやーめちゃくちゃ気持ちいい音ですね。ほんとありるのがなしたかったけども。で悪魔大行進、この動画撮ってなくて、本人曰く脳汁の出過ぎによる弊害です。何はともあれ4000枚ゲットで悪魔大行進に行ったら初当たり3回以内に何かしらの SP に突入するので、続けて打った結果怒るの AP でメシア SP を取りまして、7000を地道に突破し、現在こちらの動画に映っておりますまた動画撮らなかったんかい。さあここで鬼弱地を引きまして、ちょうどね対応がチェリーだったから、悪魔大将軍が勝ち確だったので動画を撮影してくれました。と言っても2戦目まで回してないけど、3戦目からね撮影してくれたんだけど、まあ、勝ってね悪魔大行進に行くわけだからね。すごいけどね、あのところで弱地を引いて、まあ、ストックを取ったっていう言い方でいいのかな、ストックを取って
いや、ありがとうございます。すごいじゃない。さあ、ここでね、何枚まで伸ばすのかな。生で見たかったなこれ。本当はしっかり見たかったんだけど、気持ちよ気持ちいい。やばすぎ。いや、もうこんなやられちゃうでしょ。後ろに感染者立っちゃうよ。さすが筋肉マンです。お前がてっぺん、お前がウィナー。そしてアイテムは大更新に進むと、気持ちいい、気持ちいいな。そして最終が5571枚で終了です。はい、ということで、先ほども言いましたが5571枚で終了しました。ありがとうお兄ちゃん。リリムはめちゃくちゃ足を引っ張ってしまったんだけどそしてでは結果発表。77日配信開始から77日記念動画、記念すべきね、ハッピーな結果で終わらせたかったんですけども、結果投資が2人合わせて5700枚、回数が先ほど言った通り5571枚、ということで結果マイナス150枚でした。いやー、で、まあ、マイナスだよ、マイナスだけど、マイナスなんだけども、神すぎるよこれは。神すぎる結果だよ。ちなみに、リリム一人で負けて帰った場合、リリム4000枚ぐらいぶっ込んでたので、約8万負けでした。お兄いや、ありがとうございます。しばらくはお兄の言うことをちゃんと聞いて生活していきたいと思います。それでは今回は77日記念動画見てくださりありがとうございました。アツリム